ファビオ・カンナバーロは、イタリア・ナポリ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。中国、スーパーリーグの公衆久差次第の監督を務めている。元イタリア代表でもある。現役時代のポジションはディフェンダー。イタリア代表では、パオロ・マルディーニの代表引退後、キャプテンの座を引き継いだ。代表136キャップを記録しているが、これは、 ジャンルジブフォンが更新するまで、イタリア代表の歴代最多出場であった。2006年ワールドカップ、ドイツ大会でイタリアを優勝に導き、当年のバロンドール、イタリアサッカー連盟 MVP、UEFA ベストイレブン及び FIFA 最優秀、選手賞にも選ばれた。弟は、サッカー選手のパオロ・カンナバーロ。日本においてはカンナバーロなどと表記されることもある。 ナポリユース時代のカンナバーロ1988年 SSC ナポリのユースに加入。1991年、下部組織からナポリのトップチームに昇格し、そのキャリアをスタートさせた。後にイタリアを代表する監督となり、カンナバーロと共に W 杯を掲げることになる恩師、マルチェロ・リッピと出会ったのもナポリであった。しかし、ナポリは極度の財政難に陥り、 主力選手の流出が避けられない状況となった。本人は、たとえセリエ B だろうが C だろうが、ナポリのためならプレイすると何度もクラブオーナーや幹部に訴えたが、財政難の中にあって、セリエの競合チームから広角オファーが届いたため、ナポリからの放出が決まった。すでにナポリでもかなりの完成度にあったが、AC パルマへの移籍後、さらにスーダン DF として成長することになる。 1>, 1対1の強さに加え、インターセプトの技術、先読みの能力を伸ばした。特に、マンマークの技術においては、当時のセリエ A は愚か、世界最高の評価を得た。また、このパルマでは、ジャンルイジブフ部本の的確な指示、リリアン・チュラムとのチェックとカバーリングのタイミングで、リーグ最高と言われる守備陣を形成した。そして、スクレットを獲得するためカンナバーロは、 インテルへと移籍した。しかし、インテル時代は監督との確執により、本職でないサイドバックや、ボランチなどを務めたため、本来の能力を発揮することはなかった。一時、評価を落としたが、ユベントス FC に移籍して、本来のプレーを取り戻した。2004から05シーズンには再び、パルマ時代の同僚である、ブッフォン、チュラムなどと守備陣を形成し、 セリエ A 最小失点及びスクデット獲得に貢献した。しかし、2006年のカルチョスキャンダルと言われた一連の八王朝事件により、ユベントスは2004から05シーズンのスクデット剥奪、セリエ B 降格処分となった。カンナバーロ自身もブラジル代表 MF エメルソンと共にレアルマドリードへ移籍することが決まった。 遺跡金は発表されていないが、エメルソンと合わせて2300万ユーロと言われている。レアルマドリードでのカンナバーロワールドカップなどでの功績が認められ、2006年のバロンドールを受賞。これは、基本的に DF を務める選手としては、フランツ・ベッケンバウアー、マティアス・ザマーに続く3人目、4回目の受賞である。しかし、彼らはリベロと言われるポジションであり、 両者とも90分のほとんどを MF としてプレイしていたことを考えると、純粋な DF としては史上初の受賞である。また、イタリア人選手では1993年のロベルトバッチョに続き5人目、さらに、イタリア人 DF としても、ドイツ人以外の DF としても初の受賞でもある。しかし、その後は制裁を書き、2009年夏に3年間、過ごしたマドリーを離れ、 フルス・ユベントスと一年契約で復帰した。このフルス復帰に際しては、以前のようなパフォーマンスは期待されないだろうとの評価から、ユーベサポーターとの関係も修復されず、シーズン開幕を迎えた。2009から10シーズン終了後、UAE のあるアハリ・ドバイと2年契約した。2011年6月に、あるアハリを退団。あるアハリを退団した後、7月に、 膝の怪我のため現役引退。1993年、チェーザレ・マルディに率いる U-21 イタリア代表に招集され、二度の欧州選手権優勝を果たす。1996年大会では、大会最優秀選手にも選ばれた。また同年、アトランタオリンピックにも出場した。ナポリでのプロデビューから6年後の1997年、A 代表に招集され、 北、アイルランド戦でデビューを飾った。ユーロ2000では、パオロ・マルディーアレッサンドロ・ネスタ、フランチェスコ・トルドラと守備陣を形成し、決勝までの5試合を2失点に抑えた。フランスとの決勝戦も90分間を無失点に抑えたが、ロスタイムから同点に追いつかれ、延長戦の末に敗れた。ジョルジョ・ナポリターノと W 杯優勝を祝福する。 カンナバーロキャプテンとして出場した 2006FIFA ワールドカップでは全試合にフル出場。GK のブッフォンと共に相手を抑え込むパフォーマンスを披露し、チームの優勝の立役者となった。同大会のシルバーボール賞も受賞している。また、同大会決勝戦をもって史上4人目となるイタリア代表通算100試合出場を達成した。ユーロ2008では、 キャプテンとして守備陣の柱となることを期待されていたが練習中にジョルジョ・キエッリーニのタックルを受けた際に左足を負傷したため出場することは絶望的となった2009年の FIFA コンフェデレーションズカップブラジル戦でマルディーニの出場数を超えイタリア代表最多出場記録を更新した 2010FIFA ワールドカップにもキャプテンとして臨んだがチームは グループリーグ敗退。ワールドカップを最後に代表を引退した。現役引退後も引き続きあるあはりに残り、技術顧問権アンバサダーの職に就いた。また、イフスポーツの 2014FIFA、ワールドカップゲストコメンテーターなどで活動。2014年11月5日、中国サッカースーパーリーグ、公州久し代の監督に就任した。2015年6月4日、 クラブの戦略的発展のため公衆被差次第の監督を退任した。2015年10月26日、サウジアラビアのアルナスルの監督に就任した。だが2016年2月11日にアルナスルと契約を解除したことを発表した。わずか4ヶ月でサウジアラビアの地を去ることになった。2016年6月9日、中国、高級リーグの天津県。 県の監督に就任した。2014年から15年にかけて、元イタリア代表監督、マルチェロ・リッピ氏の公認として、公衆被差次第を率いて、以来2度目の中国での監督就任になった。天津県、県のクラブ公式サイトによると、契約期間は2年半だが、イタリア代表監督として、オファーを受けた場合には、契約を解除できる条項が盛り込まれているという。 2017年11月9日、中国サッカースーパーリーグ、甲州久し代の監督に再就任した。2019年3月15日、甲州久し代の監督を兼任したままサッカー中華、人民共和国代表の監督にも就任したが、わずか2試合を指揮した後、同年4月28日に代表監督を辞任した。カバリエレウフィチャーレ、ありがとうございます。